トモランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新世の動画作っていきたいんですけども、僕大体新世の動画作るときこの画面からスタートさせていただいてるんですが、なんかいつもと違うことに気がつきませんかね。はい、そうなんです。この度ですね、漢中の大使に任命されました。いや、これは緊張しますね。荷が勝ちすぎていると言いますか、光栄ではあるんですけどね。まあ、ずっとっていうわけではないんですけどね、ちょっとうちの上司のカレンさんがですね、忙しいということでですね、ちょっと部隊預けるので大使やってみませんかということをですね、お声掛けいただいてですね、まあ、ちょっと僕自身もですね、あんまり夜とかに動ける方ではないので、まあ、短い期間だったらということでですね、引き受けさせていただきました。で、今回はですね、その大使の特権であるですね、軍団ですね、漢中軍団みたいなのを作ることができるんですけども、いわゆる大使法というやつですね、あれの組み方みたいなのをですね、見ていきたいかなと思っております。でですね、この画面っていうのは、大使にならないと見ることができない画面ということになるので、ある種貴重な動画になるんじゃないかなと思いますのでね、興味ある方はぜひ見ていただけたらと思います。そしたらまず漢中に飛んでみましょう。はい、ここの漢中の大使ということでですね、僕が任命されているわけなんですけども、ここに入場という画面が出てき、ボタンが出てきてますよね。これをタップするとですね、大使法を組むことができるということなんですね。下タップして軍団編成とありますが、ここタップするとですね、軍団が組めるということになってますね。で、こんな画面になります。これ軍団編成なんですけど、1、2、3、4、5ってこのマスの左上に出てますよね。ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれないんですけども、なんで、ここ、例えば1から5まで部隊をセットしたとして、で、その軍団でどこか対戦とかいうことになったらですね、1番から戦っていくっていうことなんですね。それを頭に入れながら、組んでいきたいということになるんですけども、で、ここ、どのような部隊を使うことができるのかというのはですね、ここの集結を表示というところをタップするとですね、こんな感じで、部隊が今集結されてますね。この、今表示されている部隊の中だったら、どれでも5つをですね、任意で選んで使うことができるということになってます。でですね、この集結してる部隊っていうのはですね、ここの画面のですね、漢中をタップしたときに、集結と言われてる、いうボタンがありますよね。ここをタップするとですね、ここの漢中にですね、部隊を預けることができるわけなんですね。同盟に所属してるとですね、ちょっと長時間インしない方はですね、どこそこの都市に、集結させとってくださいみたいなことをですね、連絡受けることがあると思うんですけども、その集結をさせるとですね、大将がその部隊を使えるということになってるわけなんですね。で、ちなみにこの、多分なんですけど、対処法が使えるのって、州府以上、つまりまあ、レベル8以上の都市っていうことになるのかな。あと、洛陽もいけると思うんですけども、でないと、この対処法っていうのは使えなかったかなと思いますね。レベル6とかの、都市の場合はですね、こうやって集結させて、対処法を使ったりっていうのはできなかったということを記憶しております。そしたら、そうですね、舞台、どう組んでいこうかな。とりあえずですね、僕は今ちょっと相手の同盟さん、対戦相手の同盟さんがちょっと強すぎてですね、兵損がめちゃめちゃでかいんですよね。なんで、徴兵が追いつかないということで、主力を一応3部隊で運用してるっていうことになってるんですね。でですね、僕自身がですね、一応、その騎兵を持ってないっていうことになってるので、とりあえず1番は騎兵にしようかなと思いますね。そしたら騎兵っていうと、これカレンさんの部隊だけかな。これですね。はい、これは一応三聖人ですね。呂布三聖ということになってるんですけども、面白いですね。副将に両党を入れてますね。ということで、おそらくその、サジですね、が組まれてる、核三聖だとか、あと、陸村三聖に対抗できるように、両党を入れてるんじゃないかなと思いますけどね。かなり強そうな三聖人になってますけどね。一騎当選とか、鬼神定位もはめてますし、ランクアップもかなり進んでるということで、さすがカレンさんだなということですけども。で、一応、そしたらこの部隊を1番にしましょうか。恒例のやり方が、カレンさんの部隊が、これか。これを、あ、なるほどね。ドラッグする感じですね。で、こんな感じでセットという感じですね。で、次が、そうですね。対処法でぶつけたとして、で、僕が勝ったとしますよね。勝ったとしても、先方にはその対処法で、騎兵、
と対戦したっていうのが出るわけなんで、多分槍兵で相手は突っ込んできますよね。そして槍兵が得意ということは弓ということになるので、そうですね、そしたら弓兵で組みたいかなと思うんですけども、対処法に突っ込んでくる、槍って言ったら、まあそうですね、シーズン3だったら大体、天下層絡みかな、諸葛亮を首相と置いた槍で突っ込んでくることが多いかなと思うので、そうですね、艦隊って系かな、こう艦隊損ですね、これ結構面白そうですけどね。さてレベルはやっぱ高い方がいいような気がしますね。あとカレンさん、おお、カレンさん完全に艦隊ってですね。でこのルルマさんに関しても、艦損定ということになってますね。そしたらまあせっかくなんでカレンさんの艦隊定が一番育ってそうなので、ここに、セットしていきたいかなと思います。その後なんですよね。でそしたらまた弓兵に対してぶつけるって言ったら盾になってるので、また今度騎兵っていう感じにセットしたらいいと思うんですけど、騎兵弓騎兵弓騎兵みたいな感じでですね、一応その並びで組むとですね、相手からしたらかなりめんどくさい、対処法になるんじゃないかなと思うんですけども、ただちょっと今回集結していただいている、部隊っていうのがですね騎兵がないんですね。もうカレンさんの騎兵使っちゃったので、だって弓兵に対して盾で来る、盾に来るんで、盾が苦手なのは弓か、なんで弓と連チャンにならんかったらもうええかなということでですね、そしたら次は、槍を組んだらいいかな。そうですね、ココさんのこの槍は、天下層ですね。うわ、羨ましいな。戦法もかなり揃ってますね。バンプ不当か、あと臥薪嘗胆かっていうところですね。蝶の継承ですね。ぐらいですね。もうほぼ完成と言うてもいいんじゃないでしょうか。で、そしたら槍に向かっては弓で来る。弓で来るっていうことは盾か。盾ということで、まだカレンさんの舞台ですね。カレンさんの舞台ばっかりになってますけど、ああ、これもまた強そうですね。早々巨匠転移ということで、これなんか絆効果発生したんじゃないかなと思うんですけどね。で、一応これ曹操が多分あまりにも硬すぎるような感じになるので、真相絶戦を、つけてるという感じになってるんですけども、で、さらに、巨匠で守るみたいな感じで、これはなかなか突破するのが難しいんじゃないですか。と、そしたらこの、盾兵を入れましょう。で、そうですね。あと、盾で来るって言ったら騎兵なんで、騎兵をっていうことで、まあ、槍を入れとったらいいか。ということで、まあ、ちょっと、カレンさんばかりになってるので、こちらの方、入れさせていただきましょうかね。おーっと、また諸葛亮の槍ですね。これも強そうですね。そして、ここをセットさせていただくか、この長領ですね、をセットさせていただくか、あ、これもいけるんか。学士でもいけるということになってますね。まあ、諸葛亮入れときましょうか。この、舞台で一応そしたら編成ができましたね。はい、こんな感じで、ここにセットされたので、これをですね、先陣にってなったらですね、派遣をせないかんということになるわけなんですけども、僕の幕者はそうですね、ここですね。ここだったら派遣できるんですね。なぜここに指定したかと言いますと、ここレベル5ということになってるんですね、この爆車がね。で、さっき、対処法で5部隊組んだので、その5部隊収容できる、爆車って言ったらですね、レベル5しかないということなので、ここにしか派遣できないということなんですね。例えば、ここか、ここだったら、失礼、ここか、ここだったらですね、一応レベル4になってるのかな、なんですけども、あ、ここ埋まってるな。そうですね、ここなんかに派遣しようとしたら、これレベル3になってるので3部隊なんですよね。となるとですね、ここ、この艦中軍団とかやったら、派遣できなかったと思うんですよね。あ、けどこれあれやな。ほんまに派遣できんのかな。もったいないような体力がね、これ消耗体力見ていただけたらと思うんですけど、40になってるんですね。
これはですね、一回対処法を動かすのに体力が20必要ということになるんですけども、その、今深夜時間となってるので40ということになってるわけなんですね。これ派遣したはいいが、到着した時に派遣されませんでしたみたいなコマンドになるとちょっと厄介なんですけどね。まあ、ちょっと実験したいっていうところもあるんで派遣をしてみましょうか。あ、やっぱり部隊数が上限に達したため派遣できませんっていう感じで出てくれましたね。つまりまあそのレベル3の爆射では、5部隊収納できるその対処法ですねに関してはですね、派遣できないということになるので、そしたらやっぱりあれですね、どこやったかな、ここか、ここに派遣するしかないですね。ここはレベル5なので派遣できると思います。これですね、はい、これで体力40いきましょうか。はい、そして対処法が出発いたしました。こんな感じですね、移動してますね。でですね、この行軍速度なんですけども、これの速さっていうのは何で決まるかと言いますと、この、部隊の中で一番遅い部隊に合わさせられるということになってるわけなんですね。つまり、この中に造兵なんかがいて、でさらにその内政が進んでなかったりしたら移動がめちゃめちゃ遅いっていうことになるんですね。また逆にその対処法の移動速度を上げたいからということで、白馬義銃なんかを装備している部隊ですねを中に組み込んでてもあまり意味がないと。まあ、全ての部隊が白馬義銃であればですね、早いとは思うんですけども、一番遅いのに合わせられるので、なかなかその白馬義銃ばっかりで組んだりはしないと思うんでね。ということでですね、速度は今のところこれ造兵もいないんでね、割と普通の速度でいってるんじゃないかなと思います。そしたら、戦地に着くまで飛ばしたいかなと思います。はい、今ですね戦地に行軍してるわけなんですけども、ちょっと時間が時間なんでね、対戦相手っていう部隊がですねいないかもしれないんですよね。なんでそんな場合はですね、ちょっと到着した後も動画の作りようがないということになってるので、一応ですねこの対処法に関する疑問っていうところをですね解決していきたいかなと思っております。そしたらこの艦中軍団ですね、5部隊って言ったらいいかな、で編成されてるわけなんですけども、この、対処法がですね負けという概念はどのような状態になったらっていうことを説明させていただきますと、全部隊が重傷状態の武将を抱えた瞬間ですね、この対処法は負けということになるので撤退するという感じですね。まずこの1番の呂布の3戦時ですね、これで対戦して、で負けますよね。負けるっていうことは首相が重傷になるということですね、になったらですね自動的にこの2部隊目と対戦ということになるんですけども、っていう感じでですね、全ての部隊が重傷になったら負けということですね。分かりやすいのはですね、まあ爆射に5部隊入ってて、その爆射に対して工場が開始、つまり爆射の耐久値を削り始めるってなったらですね、中に入ってる部隊が全部重傷状態になってなかったらいかんですよね。なんでそんな感じでですね、全ての、部隊をですね重傷にすることによってですね、この対処法というのは、まあ、撤退ということになるので、爆射と同じかなというところですね。そしたらですね、この、対処法でですね、どこかの土地を占領した場合ですね、その土地の所有者は誰になるのかというところなんですけども、今回のこの艦中軍団の場合はですね、カレンさんということになりますね。ただですね、この1番のカレンさんの呂布、2番のカレンさんのこの対支持が壊滅状態にある中でですね、どこかを占領したとなったらですね、そしたら4番ですね、4番のココココさんになるということですね。なんでこれ数字順ということになるんですね。あれ、ほんだこれ組み方間違えたか、僕左上下で右上右下っていくんかなと思ってたんですけど、いやドラッグしたから大丈夫かな、ちょっと組み方間違っちゃったかなというところなんですけど申し訳ないですね。なんでこの数字順で一応その土地の所有者が決まるということになってるわけなんですね。僕じゃないっていうことを覚えておいていただけたらなと思いますけどね。またですね、その土地のその占領して土地の所有者っていうのがですね、もう土地がフルで持てなかったっていう場合はですね、この数字順でですね、こうその所有者が移行するということですね。なんで今回の場合だとカレンさんがその大衆、大地勢、カレンさんがその
占領した時のこの土地の所有者になるんですけども、カレンさんの土地の所有がマックスになってたらココさんに移行するということですね。そしたら、そうですね、あとの Q&A 的なところで言ったら、そうですね、引き分けたらどうなるかっていうところですよね。例えばこのカレンさんの呂布三世がですね、引き分けた場合はですね、もう自動的に次の部隊と対戦ということになるわけなんですね。なんでこう対処法でこう引き分けってなってる状態っていうのはですね、もう5部隊目以外は壊滅してるような状態でないとそのようなことは起こらないのかなと予想してますけどね。ただこれもですね、一応運営さんのサイトの Q&A を元にしてるっていうところがあるので 100% 正解かって言われたらちょっと難しいところはありますけどね。あとですね、こうやって、大衆に任命されてますけども、これが罷免されたりだとか僕が捕虜になったらどうなるかっていうところなんですけども、この、大衆法は解散ということになって、各部隊はですね、その部隊を所有している方の、君主城に戻るということになるわけですね。で、最後ですね、捕虜の方とか、あとその平常中の人っていうのはその集結コマンド使えるのかっていうところなんですけど、これは使えないですね。なんでその平常中っていうのは部隊を動かしたら平常は解除されちゃうので、その平常してる間に誰かに部隊を預けてっていうことはできないという点をですね、ちょっとご了承いただけたらなと思いますけどもね。さあ、ぼちぼちですね、大衆法が目的地に到着するんですけども、ちょっとやっぱりさすがにこの時間だとそんな戦争というか対戦が行われてない感じなので、ちょっと使いどころが難しいなという気はするんですけども、これ体力をね余してしまうのが一番もったいないということになってるので、2回は動けるっていうことかな。体力は88あるので、で時間帯がこれ深夜帯になってるのでね、1回の行動に体力40しようということになってるので、2回は動かせるので、とりあえず動かすだけ動かしとこうかなと思うんですけども、やっぱりですね、その中東、例えば、ここだったらこのウーミンさんのとこですねに中東が入ってますけど、中東するとなったらですね、5部隊分の中東ということで、でかいんはでかいんですけども、一気に来られると結局その言うたら5部隊ぐらいすぐ飛んでしまうっていうのがあるので、やっぱり進軍されたくないところに駐屯させたりだとか、あとその相手の強い方がですね、こう進軍する方向にいて、でさらに駐屯されてて、なんかこう戦線が膠着状態になってる時って言ったらいいんですかね、そんな時にやっぱりこの対処をぶつけるのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。でただ今の戦況を見ると、一応このオセロを塗り直しをしてるっていうところになってるんですかね。なんでこの場合はそうですね、こういったこの3部隊固まってるところとかを吹っ飛ばしておくと、そのこの方がインした時に、あれ部隊が帰ってきてるわっていうことになりますよね。そういう使い方をして、そうですね、どっかこう進みたいところとかが特にないんですよね。これね、駐屯されてないのでどこでも割と進んでいけるような状態になってるので、とりあえず部隊を吹っ飛ばした後、あとこういったこのレベル9の領地とかですね、こういうのを占領するときって言ったらですね、やっぱり対処法だったらすんなり占領できるかなと思いますので、今回はその2つですね、やっていこうかなと思います。そうしたら、とりあえずぶつけようか。そうですね、先にぶつけたいと思います。どんな感じになるでしょうね、ちょっと楽しみですけどね。はい、進軍しました。もう逃げられるのが一番しょうもないんで、こう撤退されないことを祈りたいですけどね。そしたら1分半後までスキップしたいかなと思います。さあ、間もなく着きますね。楽しみですね。3部隊吹っ飛ばせるでしょうか。この対処法やったら飛ばせると思うんですけどね。かなり強い部隊でですね、編成させていただいてますので、3、2、1、はい、 OK、 飛ばせましたね。先方見ていきたいと思います。どんな感じになるんだろう。あー、カレンさん初戦負けてるわ。相手もこれ艦対陸ということでですね、
ちょっと残念ながら負けてしまってるんですけど、かなり削ってますよね。2万2000かな削ってるっていうことになってて、でここでその艦隊手でとどめさして、艦隊手と引き分けてる感じなんですけど、うおー、この部隊とこんだけやり合えるのはすごいですね。この部隊かなり強いんですけども、相当削ってますね。ただちょっと引き分けちゃったということで、まあ、それにしてもこの艦隊手の強さですよね。本当に万能ですよね。で引き分けたからすぐこの曹操が対戦したということですね。でその後、引き分けが解除されて、艦隊手でまたぶつかるという感じなんですけど、ここでは負けちゃってると。でここでとどめ、さっきの曹操の盾ですねがぶつかって壊滅させて勝利ということですね。なので最初の2部隊ですねに関してはですね、言うたらもうその壊滅しちゃったんですけど、残り3部隊ちょっと残ってるっていう感じですね。で一応さらにここ閃光とかありますよね。これは全部カレンさんに入ったっていうことになるのかな。僕には入らないということになっております。でですね、一応今もう艦中軍団が重傷状態の部隊が3つあるということになってるので、その動かせない状態になってるということなんですね。本来ですとその、まあ、こう最後の2部隊ですねに関しては無傷なので動かせそうなもんなんですけども、この5部隊のうち1つの部隊でも重傷状態になってると、もうそれは動けないということになるので、10分待ちかな。そうですね、あと8分にはなってますけども、で待ったらちょっと動き出すことができるということですね。ただですね、ここで例えばこのカレンさんの2部隊を軍団から削除という感じで、こうやって消すとですね、はい、重傷状態の部隊を2部隊消しました。それで、はい、こんな感じで艦中軍団の重傷が解除されて動けるようになったということですね。これで一応体力があと50ということで1回だけ動けるので、この3部隊でやりたいことって言ったら、先ほども申し上げましたが、レベルこの9をね塗り替えるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。さすがに3部隊いたら塗り替えれると思いますけどね。先ほどのこの、あ、この曹操の部隊結構削れちゃってるな。なんでちょっとこういう使い方すると大変恐縮ではあるんですけども、まあそのこの時間帯で体力を使い切ってっていうことを考えると、その使い方がベストかなと思いますので、そしたらぶつけてみましょうか。ここですね、で対処法ですね。式とかも全く一緒かな、艦で。そうですね、116ということになってるので、これはこの部隊の加減というよりは僕も120にしてるんで、そうですね、116がマックスの方がいらっしゃるから、これが、一応その上限ということになってるわけかな。そして占領いってみましょうか。あ、動きましたね。やっぱりちょっとね、対処法を動かすときって重たいですよね。なんか行軍が止まってるようなシーンっていうのをよく見かけるんですけどね。まあさすがに勝てるんじゃないかなと思いますけどね。どうなるでしょうか。まあその相手部隊の相性なんかによるとですね、負けちゃったりっていうことはあるかもしれないんですけども、やっぱりこういう高レベルのところっていうのはオセロしにくい部分があるんでね、この対処法なんかでまあこうオセロに貢献するというのもですね、ありなんじゃないかなと思いますけどね。はい、難なく勝ちましたね。で、ちょっとここの消費してる部隊に関しては負けちゃったんですけど、勝ち分け勝ちということでですね、一応この、占領が完了するということですね。まあ10分経てばということなんですけども、なんでこの、今回の対処法はですね、体力が尽きたということになるので撤退さそうかなと思ってるんですけども、さっき一応ちょっとカレンさんの部隊が2部隊、重傷状態になってたので、まあ言ったら解放しましたよね。それがどうなったのかっていうのを見に行きたいと思います。はい、ここ一応部隊集結のところに戻ってきてるんですけども、カレンさんの旅夫とかがいなくなってますよね。なんでこれはどういうことかというとですね、軍団から一応この言ったら離脱させるとですね、艦中に帰ってきてまた集結させられてる状態に戻るというよりは、各、プレイヤーのところに戻っていくということですね。なんでこうミスっ
って、ああこの舞台やめとったらよかったみたいな感じでこう変えたりっていうことが結構しにくいので慎重にやらないかんのかなという気はしますけどね。まだこう集結をお願いするっていうことになったらですね、インしてないから集結させてんのにっていうことになってしまいますからね。なんで再集結っていうのはなかなかしてもらえないと思うので、最初組む時っていうのはですね慎重にやっていきたいかなと思いますけどもね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、初めて対処法を使うということでですね、僕の、なんて言ったらいいんだろう、口っていうのもですね、なかなか回ってなかった、なんかこう、カミカミで進んでたような気がして、自分でもなんかこう、うまく喋れてないなって、実感しながらの動画撮影ということになったんですけども、結構あれこれ考えてたらね、言葉が出てこないということでですね、その点、ちょっとお聞き苦しい点はあったんじゃないかなと思います。申し訳ありません。なんでまあ一応ですね、今日一日ぐらい対処をさせていただくことになあると思いますので、この集結していただいている舞台がある限りですね、ちょっとしっかりとこう最善を尽くすようなですね戦い方をしてですね軍団に貢献できたらなと思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。